武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年近畿大学の文系数学の勉強方法について話していきたいと思います。近畿大学の文系数学、試験時間は60分間で、配点は100点満点の試験になります。大問構成は全部で3題出題されています。すべてマーク式の問題で、その空欄に答えを、記入するという形式になっています。なので数学の記述自体は見られないので、答えを出せるように日頃から練習に取り組んでいってください。具体的な対策方法としては、基礎問題成功 1A2B を徹底的にやり込んでおくことをお勧めします。問題のレベルとしては基礎問題成功で十分合格点が取れるレベルとなっていますので、基礎固めを徹底的に行うようにしてください。で、問題のアウトプットの練習をしたいという方は、文系数学重要事項完全習得編をやることをお勧めします。こちらで、基礎問題成功で身についた解き方をしっかりアウトプットする練習を行いましょう。最後は過去問演習の中で近畿大学の傾向に合わせて対策をしていくことをお勧めします。今回は以上です。